スポッドキャストへようこそこのポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントの佐ろさんと奈々さんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします今週のエピソードはゆかと佐ろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりしますゆかです今週1週間以内にあったいいことはですねあちょっと見切れてるかもしれないんですが <laughs> じゃじゃん <laughs> 見てくださいこの<ー>ちょっと動画ですごい 見てない方。音声だけの方はちょっと見えないと思うんですけれども。えっ、ー、と、こちらですね。最近こういうめちゃでかい水筒みたいなのがアメリカでめっちゃ流行ってて。えっ、ー、と、私も買ってしまいました。なんと40音素だから1リットル以上入る水筒で取っ手がついててこうやって持ち歩くんですけれども。 これを買ったおかげでめっちゃ水を毎日飲めるようになりました。ああ、あーすごいイエーイはい。いつもね、<laughs> 私すごくディハイドレートなので、えっと、はい、乾燥カサカサ系あの、<laughs> 水を飲むのが足りなくて <laughs> めっちゃコーヒーとかばっか飲んじゃうんですけど、このカップを持っているとなんか楽しくて、<laughs> いっぱい飲めるので、1日1リットル以上最近は飲めるようになったのが、 よかったことです。体内水分量はじゃあだいぶ上がってる感じですね。そうですね。そうだ、この前、はい、<laughs> あれ、ポッドキャストで話したんでしたっけなんか、あれかな、どっかで話したと思うんですけど、なんか体内の水分量をなんかこう、ジムにある計測器みたいなの測ったら、<laughs> なんか49%みたいな。<laughs> なんか人間ってなんか、6割ぐらい水だったんじゃないのって思って。<laughs> <laughs> おかしいなっていう感じだったんですけどはいちょっと1リ,んリットルぐらい飲まなきゃいけないって言いますよね普通あそうですね2リットルはね二リットル飲むとあの健康痛っていう感じですねだこれ2杯飲まなきゃいけないんですよ、はい、この大きいやつ <laughs> あ結構タパタポになっちゃう <laughs> そうちょっととりあえず1杯1日でこれをフルで飲むっていうのを目標に、はい、朝ね<ー>全部入れて しかもこれね、あの、ディッシュウォッシャーセーフなんですよ。直線器で洗えるの。あれ、素材はなんか、何ですかなんか、音がちょっとこう、カンカンって。そう、カンカン系です。っぽい感じ。ASMR。外はプラスチックだけど、中はあの、普通に、なんていうんですか、保冷できる。保温と保冷ができるから。うん、はい。いいですね。これでちょっと水をいっぱい飲んで、目指せ60%ということで。 頑頑張りますイイ頑張りりまますすしょうひろ、はい、です、えー、今週あったいいことはですね本当にしつこくてすいませんなんですけどメジャーリーグのレンジャーズがなんやかんや言ってたらワールドシリーズに行くことになっちゃって<う>いや、どうしようっていうね、誰も予想してなかったことが起きてしまいですね。 12年ぶりにワールドシリーズに行って多分今まで勝ったことないのでまあ今回勝ったら初めてワールドシリーズ勝つことになるんですけどはい、ちょっとね行きたいなと思ってチケット調べてたんですけどなんか最安値が、ね、400ドルとか500ドルでいやちょっとこれはういやめともっかなダラスであるんですかそうなんですよダラ,スダラスの隣町のアーリントンっていうところに球場があるんですけどそこで一応 一試合目、二試合目やるので、ちょっと,と相談中、ね、結構高いですね。<laughs> しかもスタンティングですよ。わ <laughs>、あ、えー、マジめっちゃ後ろの方の。外野で立ってる人たちの、えー、入るだけのチケットってことですね。へまあ、当日とかにもしかしたら。あ、そうそうそう、そうなんですよね。ちょっとそれを狙っていけたら行こうかなと思って。 出ます。あと、もう一個、えー、<laughs> もう一個。iPhone が届きました。<laughs> まだまだペリペリしてないんです。あ、ペリペリもしてない。そうなんです。さっきね、夫がね、こうちょっと冗談でペリペリ。 10分の1ぐらいし始めて、私がちょっと激怒したんで。<laughs> 確かに、それはちょっとダメですね。あーって言って。はい。一番の喜びの瞬間ですもんね、そのペリペリが。そうです。シャーって後でやろうと思います。<laughs> <laughs> はい、以上です、はい。ありがとうございます。はい、ということで、今日も二人で色々とテックニュース話していきたいと思いますが、まず最初は、レイバンメタスマートグラス。 こちらがえー、私とさひろさん2人とも買いましたね。はい、来ました。はい、どうですか？めちゃめちゃいい感じです。私的に何がいいかなと思ったのはスピーカーがね。この絵のところについているので、うんうん、なんかすごくこう。運転してる時に車のスピーカーじゃなくて、そのメガネのスピーカーでえポッドキャストとかを聞きやすいっていうのがいいなって思ってます。うん うんうん、結構音もいい感じですかね。うんうん、いいですね、音。はい。ちょっと説明し忘れましたが、レイバンメタ、前もメタコネクトの時に、あの、色々と話したと思うんですが、これはその前、その時に話していた、えっと、レイバンとメタのコラボのスマート AI グラスみたいなものですね。で、一応、今んところアメリカだけかな発売なんですけれども、うんうん、無事、先週末ぐらいかな届き始めたの。 そうすですよね。なので結構ね、うん、いろんな人のところに届いていて、インターネットの反応的にも結構好評なんじゃないかなという感じがするんですけど、まあ私も、あの、週末になんかその動画を撮ってストーリーにあげたりとか、いろいろしてて、うんうん、結構みんなから、え、何これみたいな感じで反応があったりして、やっぱりね、あの、動画を撮ると目線から撮れるし、両手が塞がっていないから、両手でなんかできるんですよね。うんうん なので、なんか例えば犬をわちゃわちゃするとか、なんか服をこう選んでるみたいな、こう両手でなんかしてるみたいなのが、私の目線で見せられるっていうのが結構まあ面白いポイントかなと思うんですけど、まだね、AI のなんかその完全体みたいにはなってなくて、一応今もそのメタ AI が入っているから、ヘイメタって言って、今日の天気は何とかいろいろ聞けるんですけど、 今後のアップデートで、そのカメラに映ってるものに関することを質問できるようになるんですね。うん、なので、それが一番楽しみで、うんうん、なんか例えば、どっか外国に旅行に行って、もうそのメニューとか読めませんみたいな感じになった時に、このメニュー読んでとかできるんですよね。だからそれとかすごく、なんかその世界が実現すると結構、もうなんか電脳に近いんじゃないかみたいな感じじゃないですか。まあそれが、 え、入ってくる今の時点でも、まあ、結構そのカメラとしてもすごく楽しいし、えっ、ー、と、スピーカーとしても結構いいし、マイクもいいっていうのでね、すごい話題になってましたけど、うんうん、レイバーンメタと、あとクエスト3が両方一緒に出たことが、結構なんかそれも、それはそれで面白いというか、なんかその VR の方からのなんかそういう未来のテックっていうのと、なんかちょっとそういう AI のアシスタントのなんかすごい、 新しい形というか、なんか次の世代みたいな感じがなんか両方メタから出てきているので、まあ、すごく楽しい感じになってきているなと思います。でですね、ちょっとまたクエスト3について、ちょっとしたニュースというか、あれなんですけど、あの、この前私のメタコネクトの動画かなにも出てきていた、あの、ボズさんっていう CTO の、はい、メタの CTO の方が、 いるんですけど、彼がね、あの、インスタで、いつも AMA って言って、えっと、Ask Me Anything っていう、なんか、うん、何でも質問していいよみたいなセッションをやっていて、で、そこで、今後、クエスト3のパススルーが、うん、あの、ソフトウェアアップデートによって、ちょっとだけ改善する、 可能性があるみたいなことを言っていたらしくて、やっぱりなんかクエスト3のパススルーに関して、なんか私は結構クエスト2に比べたらもうめっちゃ良くなってるからすごいいいと思ったんですけど、まあや,やっぱりちょっとその歪みとか多少外側にはあるし、手とかヘッドセットに近づけるとちょっと歪んだりするんですけど、なんかそういうのがあの実はアルゴリズムで改善できる部分が多少あるみたいで、 その辺が、なんか今後アップデートで良くなるっていうのは、あまり思ってなかったことだったので、面白いなと思いました。ちょっとじゃあ、関連して、関連というか、クエスト3の、まあ若干、コンペティターというか、競合、うん、になるのかな ?X リアルエア2という、はい、まあこれも一応スマートグラスという、うん ジャンルに入るのかよくわかんないですけど、グラス型のディスプレイみたいな感じですよね。どっちかっていうとこれって。ねうんうん、これは iPhone とか Mac とか、まあ何でも繋げられると思うんですけど、そのプレステとかそういうのもつなげられると思いますが、はい、そういったものに繋げて19、1920×1080 ピクセルのディスプレイが見えるみたいな感じですね。 あで、重さ的には、レイバンメタスマートグラスより 50g 重いということらしいんですけど、まあそれでもまあ、そんなに悪くないですよね。結構レイバンメタ軽いというか、普通のサングラスぐらいなので、うんうんうん、そうですね。それプラス 50g とはそこまで重くないと思いますが、まあそういったサングラス型のものをつけて、まあ目の前になんかディスプレイがあるように見えるということなので、 結構なんか、あの、私はクエスト3をかけて、そこで編集とかしたいなと思ってたんですよ。なんか飛行機の中とか、うんうん、あの、今後、なんかイベントに行った時に自分の自宅じゃない環境で動画編集しなきゃいけない時に、やっぱり画面が小さいとめっちゃやりにくいんですよね、動画編集。うん、そうですね。なので、大きい画面が欲しいというか、そういうね、 クエスト3でイマーストっていうアプリを使ってもう何画面も5枚ぐらいモニターを広げられるのでそういうのとかやりたかったんですけど、うんまあ、なかなかね目が疲れるんですよねクエスト3ちょっと慣れもあるみたいなんですけどこれで数時間みたいな感じのレベルで作業できるかちょっと今のところ自信がなくてであとやっぱりいくら え、MR とはいえ、こっちは MR だから向こうは見えているけど、クエスト3被ってる時に。うん、で周りの人はこいつ何ってなるじゃないですか。ありますね。<laughs> そう。だから飛行機の中であれを被ってて、いたら、なんかちょっと、不審かなみたいな不安はありますよね。はい、ありますね。ホテルの部屋で一人でいるとかあったらいいんですけど、<laughs> ちょっと新幹線とかそういう、みんながいるところで、 かけるのはどうなんだろうっていう不安はあるので、はいまあ、こっちの方が見た目的にはなんか怪しさが少ないかなというので、<laughs> ちょっと気になってます。はい。これなんかちょっと厚みがあるから、見た目的には、うん、 メタクラスの方がやっぱりかっこいい、まあね、レイバンとコラボしてるからっていうのもありますけどうんちょっとダサいかなっていうそうですねやっぱディスプレイがなんかね <laughs> あのその鼻の鼻っていうか顔とレンズの間に気候があるからそうそう,そうここ、ね、まあどうしてもなんかちょっと違和感はあるとは思うんですけれどもクエスト3をかぶってるよりは違和感少ないかなっていうはい全然少ないと思います そうですね。まあ、x リア r の場合は、それをかけて歩き回るっていう感じの用途じゃないですもんね。そうですね。うんうんうん、あの、座って作業するときにかけて、うん、ま、モニターを出してるみたいな感じだと思うので。はい、ちょっとま、この辺も、ね、なんか、MR というか、VR から入る MR と、このなんかディスプレイが、 別の形で見えるみたいなこっちの X リアルの方面からも来てるっていうので、うんうん、その辺もなんかどちらが正解かまだわからないですけど、はい、なんかどんどん各社いいのを出してくるので、うん、その辺もなんか、また来年とかはビジョンプロも出るし、ビジョンプロはもっとディスプレイが綺麗なはずだから、うんうん、目がそんなに疲れないのかとかもね、その辺も気になりますね。はい、来年以降の作業環境に行きたいです。<laughs> ちょっと次はですね、若干ネタなんですけれども、なんかマイクロソフトの、マイクロソフトエッジっていう、まあブラウザーあるじゃないですか。そのブラウザーを入れている時に、なんか別のなんかクロームとかをダウンロードすると、なんかエッジが通知でなんか、え、なんで別のやつダウンロードしてんのみたいな感じの通知を出してくるらしくて。 ちょっと怖いみたいな。これはめちゃめちゃ。え、6ステップぐらいあるんですか <laughs> あ、なんかな、なんなんですかみたいな。<laughs> 何回もクリックしないとダウンロードさせてくれないっていう。<laughs> あ、マイクロソフトエッジで Chrome をダウンロードするときとかこ。多分そうだと思います。そうそう。うそこそうかだから、それをもう検知して、<laughs> <ん>え、ななんだろう何やってんですかみたいな感じで。<laughs> 何やってんすかなんか私に不満あんのみたいな。この理由の中から選んでください。みたいな感じで言ってきて、それをいっぱいなんかポチポチやってからじゃないと Google Chrome をダウンロードさせてくれない。という。受けますね受けますね。すね<れ>エッマジまで使いづらいですからね。あ、本当ですか、はい、使ったことないです。<ー>一回も。なんかね、会社でたまにエッジじゃないと使えないツール使ってるお客さんとかいるんですよ。えー、もうね。<laughs> で<え> <laughs> やめてくれって思います <laughs>。なんか、インターネットエクスプローラーみたいな。そうそうそう UI がすごいもう、<laughs> 本当にめっちゃ古い感じで。えー、ちょっとないだ。そうなんだ。クロームでしか使えないとかはね、最近。そうですね。あります、ね、ありますけどね。今度リバーサイドもそうですよね。うん、うん、あ、そうですよね。リバーサイドもクロームの最新版にしてくださいみたいなのが出たりするんですけど。出てきますね。いやー、やーなんか。<laughs> ちょっと一昔前だとインターネットエクスプローラーじゃないと使えない、なんか社内ツールとかありましたね。<laughs> ありましたね。それが今はエッジなんですね。はい、はい。エッジですね。いや <laughs> じゃあもうあんまり、さヒロさん的にも、もうちょっとやめていただきたい。はい、やめていただきたいという感じですね。はい。<laughs> 次はちょっと YouTube の、 え、話なんですけれども、YouTube で結構いろんなエクスペリメントなんか実験というか AB テストとかはよくやっているんですけど、そのうちの一つが、え、10月19日から始まっているテストで、コメントを、コメント欄を今って、オンかオフどっちかじゃないですか。で、はい、例えばオンに最初はしてたんだけど、途中でオフにした場合って、それ以前についていたコメントも全部消えちゃうんですけど、 この新しい機能だと、ポーズっていうのがあって、一時停止みたいな感じで、うん、今までのコメントはそのまま見れるんだけど、これ以上足すことができないみたいな状態という新しい設定が追加されるみたいなテストがされているそうです。はい、そうで、私たちも、私のチャンネルでも、でも,もしかしたら関係あるかな ?10 月19日、 いや、もっと前でしたよね。でも、うちらが問題だったの、多分。2>, 2, 2ヶ月ぐらい前だったかな。そうですよね。あの、んなんか、動画のコメントオンにしてるのに、オフになってて、なんか誰からもコメント来ないから、なんか、終わったって思ってたら、<laughs> コメントできませんみたいな、状態になっていたっていう。いや、あれはじゃあ、ただのバグだったのかなね。<laughs> 多分関係ないと思うんですけど、まあそういうことがあるそうです。まあこの機能は、 あったらいいかなっていう感じかななんかどういうシチュエーションで使うのかなってちょっと気になったんですけど。確かに。多分一つはなんか炎上対策みたいなのもあると思うんですけど、うそうなんかちょっと炎上しそうになったら、し仕掛け始めたら一回ちょっとオフにするっていうか、<laughs> はい、ちょっとそこまでみたいな感じに <laughs> <laughs> することもできるっていうのもあるし、えっともう一つはなんか例えば、えっ、ー、とこの動画に、 3日以内にコメント残してくれた人に何々しますみたいな。ああ、その使い方いいですね。プレゼント企画とかはちょっとルール違反だからできないけど、うんうん、なんかわかんないけど、3日以内に、3日以内とか1日以内とかなんか何でもいいんですけど、この期間以内に質問してくれた人の質問から選んで次の動画にやりますとか。なるほど。だとなんかそのみんなが、あ、早くコメントしようみたいな感じのモチベーションに。 なったりする可能性はあるかな。あとはなんかすごい、時事的な、まあ、ニュースとかで、その未来に見てしまった人は、うん、もう参加する必要ないみたいな感じの内容だった場合とか、かな。で、全部消えちゃうとね、その、アーカイブが残せないけど、うん、その停止状態だったら、あ、その当時はこういうふうにみんな思ってたんだなっていうのは見えるけど、新しいコメントは足せないみたいな。まあ オプションがあったら何かしらみんなクリエイティブなことを考えそうかなと思いますね。うんうん、次はですね、Apple の Apple イベントが来週またあります。はい、えっと、はい、アメリカ時間の10月30日で、しかもいつもカリフォルニアの朝にやってるんですけど、今回なんと夜なんですよ。カリフォルニアの5時、夕方から始まって、うん、えなので日本の えっと、朝9時ですね。確か。タグラインというか、タイトルが、英語だとスケアリーファーストで、日本語だと、なんだっけ、怖いも、えー、ん<早>い怖いもの見たさ,見たさ。早いもの見たさか。<laughs> <laughs> うん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 。でも、怖いもの見たさをもじって、早いもの見たさになっているから、<laughs> 結構なんかいい、 うまいことやってんなっていう感じですね。スケアリーファーストからのローカライゼーションとしてすごくクレバーだなと思ったんですけど。いいま、あの、このイベントページを見ていただくと、この Apple ロゴから、あの、Mac のね、ファインダーの顔のアイコンに変わっているので、まあ、間違いなく Mac イベントと思っていいんじゃないかなと思います。はいうん で、このイベントで今のところ噂というか、まあ、予想されているのが24インチ iMac と MacBook Pro。はい、今なんかね、Apple、え、Store、ー、の14インチと16インチの MacBook Pro と iMac がなんか買えなくなり始めているみたいなうん、うん、在庫がなくなり始めているらしいので、<ー>もしかしたらそれはあり得るんじゃないかなという感じです。はい で、あとは、まあ、M3 チップが出るかも、うん、ということで、それがま、早いというか、早いテーマのことなのか。うんうん、そしてなぜ夜にやるのかっていうのも気になるところですね。どんな感じの。ほぼ初めてじゃないですかそう,そうですね。なんかどういうプレゼンテーションなのかすごく気になります。で、しかも10月30日だから、まあ、アメリカはハロウィンイブ。 日本はもうハロウィンの当日ですけど、なんかそれと絡めてくるのか、うんうん、スケアリーっていうねこ、怖いみたいなキーワードもあるし、はい、なんかどんな感じなのかとても気になります。うん、また来週のリクカストポッドキャストでは多分ね、カバーすると思うので、その時にまた答え合わせができればと思います。はい、次はですね、ハッピーハッキングキーボードに新しいモデルが出ていて、 ハッピーハッキングキーボード通称 HHKB ということですごく人気のある特にエンジニアの人とかから人気がある、うん、あのキーボードメーカーなんですけどこれの新しいモデルがですねなんかマウスがいらないキーボードみたいな感じでキーボードの真ん中にシンクパッドみたいな コントロールできる、なんかポチコントロールみたいなのが、うん、真ん中についていて、<laughs> まあそこでね、あの、マウス代わりというかこう、コントロールすることもできるし、サイドにタッチコントロールできる部分があって、そこでスクロールとか横スクロールとかができたり、下もあるのかながあったり、あとスペースバーの下にあるボタンでクリックもできるということで、うん、これさえあればマウスがいらない。 ということで、はい、あの、手を動かさないまま、キーボードのところの位置で手を固定して全部できるみたいな感じのテーマらしいです。で、もともと HHKB は、そのプログラマーというかエンジニアの人たちは、マウスを使わないぞっていう、 意,意識がすごい高い人が多いから、<laughs> なんかそのカーソル移動も全部キーボードでやるみたいな、そういうなんかカルチャーがあると思うんですけど、まあ、それをもうちょっと一般の人にも使いやすくする、いろんななんかコントローラーをつけるっていう感じだったのかな。で、ちょっと気になって使ってみたいんですけど、はい、結構お高いんですよね。あ、おいくらですかいくらだっけなんか4万、4万4千円。 おあ結構高い。<laughs> そうなんですよ。これ動画編集とかどうですかねそうそうそう。あの、今私たち MX マスター3めっちゃ愛用して、そっちのマウスの方にキーボードショートカットを入れて、左手のキーボードの,の QWE 側で、はい、左手はキーボードを押して、うんうん、ってやってるじゃないですか。はい。だけどそれが、 両手がキーボードにある状態で全部できるってなると、もしかしたら、すごく効率アップかもしれない。けれども、あの、私が、あの、出張に必ず MX マスター3も絶対持っていくんですけど、もしこのキーボードがないと編集できないとなると、<laughs> キーボードの方がマウスより、あの、かさばるから、<laughs> そういう意味では、マウスの方、マウスにこう全部を詰め込んだ方が、はい 出張の時のかさばり感としてはいいかもなっていうのはありますね。<laughs> そうですねで。まあまあ大きいし、結構分厚いし。ちょっとかさばりますよね。あと、この前一回あの、アップルイベント、wwdc かなで、MX マスター3持っていくの忘れたじゃないですか、<あ>私。はい、覚えてます。<laughs> で、結局、たけしが持ってきてたから、それを使ったんですけど、<laughs> うんうん、最悪、 MX マスター3はベストバイに行ったら買えるけど、タぶコハッピーハックキーボードはその辺のベストバイに売ってないから、<laughs> 緊急事態でもうこれがないと私はもう今すぐもうあの、なんていうんですか、使い物になりませんみたいな状況になってしまった時に困る可能性があるかなと思って。<laughs> まあじゃあ、MX マスター3で、当面は。ちょっと欲しかったんですけど、今ちょっとその話をしたら、そう、MX マスター3でいいかっていう気持ちに今なって、ちょっと散財免れました。よかった危ない危ない危ない。危ないよかったよかった。セーフセーフ。次のニュースはですね、レノボが、なんか今週イベントやってたんですかね。テックワールド。はい。 23みたいな。うん、なんかレノボのイベントがあったみたいなんですけど、そこで発表っていうかなんというかこう、うん、こういうことやってみましたみたいな。<laughs> 多分アイディアベースの、なんか発売とかじゃなくて、なんかこんなことできちゃったぜみたいなことだと思うんですけど、うんうん、なんかすっごい折り曲がるディスプレイのついてるスマホなんですけど、<laughs> なんか最近流行ってるその、 サムスンの Z フリップとかフォールドとか、ね、Google Pixel とかもフォールドみたいなの出てますけど、そういうなんか、パカって、完全に折り曲がるんじゃなくて、ぐにゃって、はい。折り曲がる感じはい。これ音声だけで聞いてる人にどうやって説明すればいいんですかこれ。えあの、<laughs> U 字型になるみたいな感じかなそうです。なんか中にこう、針金が入ってて、ぐにゃっと曲がるみたいなイメージ。うん。そうですね。 なんかヒンジがあるわけじゃないんですよね。<あ>一つの折り曲がる線じゃなくて、うんうん、ふにゃっと曲がる感じなんですけど、ね、なんかこういうのすごい昔よくありませんでしたと思ってたら、なんか2016年にもこういうのがなんか出てたっぽくて、はい、なんか2016年に多分そういうカーブのディスプレイとかが、 いろいろ出てきた時期じゃないですか、なんか。うんうんうん、そうですね。多分それまではまっすぐ、ディスプレイといえばまっすぐだけど、なんか曲げられるぜ、みたいな技術が出てきた時に、こういうプロトタイプがよくあったと思うんですけど、なんで今更これやってんだろうっていう感じがちょっとしてしまいました。<laughs> 今の主流は完全に折り曲がる、折り曲がるっていうかね、うんうん、パカって、あの、折り曲がるのが主流なんでだと思うんですけど、なんかこの、 ぐにゃっとパターンがまた出てきて。で、多分、まあ、これは発売されないでしょうけど。<laughs> そうですね。一応あの AI 機能も、まあ、流行りに乗っかって搭載されてるから。<laughs> まあ、あ<ー>なんか、進化はしてるかな。そそかなっていう感じはありますよね。AI は何が入ってるんでしたっけ <laughs> 自分の、あの、今日のコーディネートを自分でテレビを撮って、 それを、えっと、AI が解析して、洋服の柄を時計の柄にこう合わせられるみたいな機能がある、あるんだけど。はい。それ AI いるいらないの。写真をこう拡大したら。そうですよね。写真を、ただなんかこう万華鏡みたいな感じでやったように見えたんですけど。ああ。それこれ、本当に、 ま、そもそもなんか AI を使っているか使っていないかとかそういう問題じゃなくて、<laughs> な、にこれ <laughs> ねちょっと面白かったですね、はい。ちょっと面白かったですね。若干シュールでした。まあ、でも、<laughs> なんだろう、この時計は誰もいらないと思うけど、新しいアイディアがあってもいいよねっていう感じですね。そうですね。<laughs> みんながパカパカフォンやってるから今。 あの、発明博物館みたいなところにこういうのがね、いずれ格納されるんだと思います。確かに。Google グ,グ,グラス。あ、そう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 。もうね、モマとかに飾ってありますから、ねはい、今そ。そういう感じの、あの、ポジションを狙ってるのかな、と思いますがうう。確かに。なんか、過去の人たちは未来がこういうものだと思っていたみたいな感じで、未来の人たちがははーって見るみたいな。<laughs> <laughs> そうそうそうじゃあそんな感じでしょうか今日はえじゃあちょっと小ネタのコーナーは今日あるんでしょうか <laughs> 小ネタのコーナー一応ありますよ <laughs> あすごい <laughs> じゃあお願いしますモンテネグロっていう国をご存知でしょうかイタリアのブーツの右下の海またいだところすごいざっくり言うと、うん、なので東ヨーロッパとかかなのかな 一的には、あ、そうですになると思うんですけど、ね、ちょっと先に言うと、ゆかさん8月ぐらい、8月末とかからめちゃめちゃ忙しかったじゃないですか。うん、いろんなとこ飛び回って、はい。もう本当に休む暇なかったと思うんですけど、うん、このモンテネグロっていうと国はですね、あの、生け物で有名らしいんですよ。生け物ってあの、動物じゃなくてですよ。<ー>人間の、人間のレイジーの方の。人間の デイジーの方の怠け物。普通の人間の怠け物、はい。そう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 ,そう。<laughs> でね、なんか、モンテネグロジーは怠け物が多いっていうのが、なんかこう、ちょっと都市伝説的に言われてるらしくて、で、彼らがですね、結構前から怠け物コンテストみたいなのをやってるらしくて、えー <laughs> でね、このニュース実は私8月かな結構前に一回見てあなんか面白いことやってるなと思ったんですけど今日ね久しぶりにちょっと思い出してあどうなったんだろうと思ってちょっと見たんですよ。でこのね「怠け者コンテスト」ってあの何十人か集まって寝そべったままじゃないといけない。<ー>こう立ち上がったりすると コンテスト失格なんですよね1日なんか何十分か2回休憩があってその間にまあ歯磨いたり <laughs> あのシャワー浴びたりできるんですけどそれ以外は基本的にずっと横になりながらこう携帯見たり本読んだり。 なんか、お菓子食べたり、ご飯食べたりとかしなきゃいけないっていうコンテストが結構続いてるらしくて。で、まあ、このコンテストが、ゆかさんが忙しくなった時期と同時期ぐらいに始まり、<laughs> えっと、50日間、え二、ー、<laughs> 人、か、勝ち残って、えー、いついこの前、終わりました。<laughs> どっちかが折れたんですね。あの、何十人かの中で多分二人、同時に多分、 ギブアップしたんだと思います。なんか二人優勝って書いてあったから。えー、あ、そういうことモンテネグロ人すごいなと思って、モンテネグロの、<laughs> ちょっと国のこと調べてみたら、なんか、モンテネグロの十回っていうのがあって、ちょっと一個読みますが、えー、人間は疲れて生まれてくる、そして休むために生きるのです <laughs> っていう、ね。おいいね。っていうようなことが、こう、十個ね、書いてあるんですよ。そういう血が流れてる民族<ー>っていう。 ちょっと <laughs> すごい。50日間横になりながら人生を楽しむことができるっていうね。いやー、<laughs> めっちゃ私無理ですね。<laughs> きっついわ、それ。<laughs> 2日目ぐらいで無理じゃない、ね、かなって思います。<laughs> ですよね。2回しか立ち上がれない。<laughs> はい、めちゃめちゃ筋肉量落ちそうだし。そっか。なんか前、韓国でもそういうなんか何もしないコンテストみたいなのあって。<laughs> そうなんだ それは多分ね、それはな、携帯とか本とかを見ちゃいけなかったんですよ。あそれはきってなんか座ったりしててもいいけど、うんうん、なんかマジでぼーっとしなきゃいけない。あ、そうだから暇つぶしちゃいけなくて、いや結構それはもうなんか瞑想の境地に入っちゃってるみたいな。あ,そうね、あと寝ちゃいけないの。寝、ね、寝ずに、何も見ずに、<laughs> <laughs> ボーっとするコンテンツ <laughs> それはちょっと。いやそれはさすがに何日も続かないと思うんですけど。いやめっちゃ濃くですね、それは。それを見たときも、私はこれは絶対にできないなと思っていたんですけれども。<laughs> はい。なんか飛行機の中です。あの、Wi-Fi ありますよって言ってんのに、たまに Wi-Fi 壊れてる時あるじゃないですか。あありますね。はい。どうしましょう。なんかそういうときももう、それだけで私きついです、もん <laughs> 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 あのなんかネットフリックスとかなんかダウンロードし忘れたら。ああ、やばいですね。することがないと。はい。いや、きついですよね。うん、辛くなっちゃうから。いいやむしろ尊敬ですねは。はい、モンテネグロ、いつか行ってみたいですね。行ってみたいですね。なんか学べることがありそう。そうですよね。行き方に。なんか幸福度高そうじゃないですかあ。幸福度高いでしょうね。うん、怠けてても別に誰も何も文句言わないみたいな。<laughs> と疲れて生まれてきて休むために生きるってめっちゃいい。<laughs> めっちゃいいです、ね。<laughs> なんかそうやって言われたらなんか罪悪感とかないし。いや、ちょっと気に,な気になり始めました。その生き方について。はい、あ、いいですね。じゃあちょっと、はい。<laughs> 後でシェアします。はい、ありがとうございます。<laughs> リカスタポッドキャストをお聴きいただきありがとうございます Spotify でお聴きの方は Q&A 機能でぜひ感想や質問を教えてくださいそれではまた次のエピソードでお会いしましょうバイバーイバイバーイ